ちは。こんにちは。さあ、恒例のあの企画です、はい。90年代に突入しまして、前回が91年奇数の91年だったので、はいはい、今回は93年です。だんだん引退に近づいてるような豊さんのそうです。なんか80年81年から始めたんだっけ。そうですそうですそうです。だんだん引退に近づいてるよ。なんかこう寂しい、ちょっと寂しくなってきますね。寂しくなってるよね。まだ93年は豊さん大丈夫、いますから。あ、いるよ。はい。で、93年、この年セリーグの優勝はヤクルトです。はい、ああ、やっぱこうなんていうの、ベテランが多い、ベテランが多いって言って、広沢池山が出てきて、古田が来て、で、もう本当にメンバーが揃ってきてたよね。まさに順位がちょっとずつ上がっていくんですよ。そうだよな。で、だからしました。チーム作りがうまくいったという、まさにそのそういうことだね。野村さん、野村監督。そうだね、はいはい。で、2位がもう7ゲーム差だったんですけども、中日、はい、で、ね、3位が16ゲーム差でジャイアンツで、はい、4位阪神、5位横浜、6位広島。優勝した広島が一気に落ちていっちゃうってことなんですね。ああ、それはもうあれだね、浩二さんとか抜けたりだとか、うん、いろんな人が抜けてきて、やっぱこう入れ替えの時期だったのかなかもしれないですね。そうだな、はい。で、パリーグは西武ライオンズが優勝です。はい、強いな西武、なんか西武ばっかりだなおい。はい、そうなんです。西武か近鉄ばっかり言ってたんですけど、そうだ、はい。ただ日本ハム、2位の日本ハムが1ゲーム差だったんです。はい、ああ、よく打ったからね、日本ハムも。そうなんですね。で、3位のオリックスが 3.5 ゲーム差で、4位近鉄、5位ロッテ、そして 6位がダイエーという順番になっています。うん、で、そうだね、はい。日本シリーズは、ヤクルト対西武で勝ったのはヤクルトです。はい、ヤクルトが15年ぶり2回目の優勝を果たします。なるほどね、はい。これは森さんとさ、はい、野村さんだったんだよ。おお、キャッチャー同士。キャッチャー同士、タヌキとキツネのバカ試合っていうさ、そういうシリーズだったんだよね。うわ、面白い。いや、面白かったよ、このシリーズは。だ、4勝3敗だからもつれてってことですもんね。いや、もつれてるもつれてる、うんうんうん、まあまあ、はい、ね、面白かったと思うよ、うん、はい。で、個人の選手、まあ、活躍した選手、はい、個人タイトル見ていきたいんですが、今、はいはい、ざっとそのタイトル取った選手たち出てますが、豊さん、あ、やっぱ江藤かな。おお、広島の再開にはなってるけどさ、はい、山本浩二さんの後誰が4番を打つんだっていうのを、うん、まあ一つの問題があったんだよね、広島には。はい、でも江藤という選手を使い続けて、うん、お前は4番を打つんだって言い続けて、はい、で成長してきてタイトルを取ったというね。あ、ホームラン王。あ、だから江藤の頑張りっていうのはすごく、うん、印象に残ってるな俺は。あ、そうなんですね。そう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 、うん。で、まあ古田とかね、はい、打てる星というかさ、それまではそのキャッチャーっていうのは、まあ、そんなに過度の期待してもしょうがないよって言ってるけど、はい、でもなんか古田がキャッチャー像を変えてきてるというか。そうですね、打てる星だから古田さんからっていうことですよね。そう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 、なんかイメージとしては、うん、うん。だからすごく、まあ、印象的かな。はい、パリーグは、はい、パリーグです。これなんだっていうのは、まあ、西武と近鉄しかないバッターいねえのかって、ピッチャーもみたいな。いや、そうなんですよ。ほぼほぼ近鉄と西武だもんな。そうなんですよ。まあその中で、はい、野田がね、阪神から移籍をし、はい、うん、まあ、最多勝を取るというね。うんうんうん、まあよく頑張ったよね、野田もね。そうなんですね。いや、でも近鉄確か4位なのにこれだけタイトルを取ってる人たちがいて4位っていうのは、またなんか不思議な感じがしますね。まあね、野茂しかいなかったんだろうね、うん、ピッチャーが。そういうことか。ね、そしてベストナインですけれども、はいはいはい、ベストナイン、セリーグ、パリーグともにこういった選手たちが、うん、はい、つなれていますけれども。まあそうだね。まあヤクルト、はい、やっぱ代表されるような広沢池山がね、うん、まあ、ちゃんとベストナインを取ってるしね、
はい、日本ハムもキャッチャーの田村が取ったりだとか、ショートの広瀬が取ったりだとかはしてるよね、はい、巨人が一人もいないんですよね。あ、巨人はちょっと低迷期かな、この時期ね、もう数年ってことですよね。あ、そうだね、はい、さあ、それではセリーグの各チーム、はい、どういったベストオーダーの特徴があったのかなんですけれども、はいはい、最下位だった広島なんですけれども、今ちょっと、ベストオーダー出てると思うんですけれども、あ、まあ、やっぱり江藤だよね。さっきもね、おっしゃってました。まあ、前田とかはさ、もう実力的には、はい、うん、もう若いけど確固たるものがあったしさ、うん、4番を誰を育てるんだって言って江藤が頑張ったという、うん、まあ、そういう特徴のオーダーだよね。はい、はい、そうです、ベストオーダーの特徴は前田、江藤が成長し3番4番を務め上げたと。あ、で、まあ、一方投手陣はベテラン勢が衰え若手の笹岡も調子を落とし倒壊してしまった、うん、あ、そうだね、うん、まあ、野手の次はピッチャーがちょっと衰えてきてるんだよね。あ、そう、年齢が。そうですね、まあ、一時期黄金期だったけどね、ピッチャーのね。ね、まさに本当すごかったけどね、うん、やっぱ年齢とともにっていうところあるんでしょうね。そうだね。さあ、5位の横浜のベストオーダーなんですけれども、ご覧のようになってます。豊さん3番ですね。まあ、そうだね、はい、まあ、あのローズが入ってきたよね。あ、そうですね、ローズ、はい、あー、やっぱりこの頃から、うん、あ、ローズすごいなと思ったよ。あ、もう豊さん、あ、いいバッティングしてた。うんうんうん、うんうん、あの特徴的にはそんな強烈に引っ張らないんだけど、はい、うん、広角に打てる。お、あ、だからバッティングの技術はすごく高い、あの外国人が入ってきたなっていうふうな印象だったね。まさにベストオーダーの特徴、そうです、新外国人として、まあ、ブラックス、そしてローズを入団させたと。長打力よりもやっぱり打率が良かったっていうのはそういうことなんですね。そうだね、はいはいはい、で投手陣では野村がブレイク17勝を挙げた。あと斉藤隆投手2年目です。あ、だからその98年につながっていくメンバーが、うん、まあ、ヤクルトと同じで、はい、メンバーが徐々に揃い出してきてるとい う, そうです、ね、で実力も発揮しだしてるということだよね。はい、まさにそうです、うん、さあ、続いて4位の阪神なんですけれども、オーダーこのようになっています、はい、どうですか豊さん。阪神、はい、まあ、新庄が出てきたよね。そうです、4年目新庄選手、はい、やっぱ新庄って楽しい選手だったよね、この頃から。もう最初からやっぱそうなんですね。ああ、なんか花があった選手だよね。うんうんうん、ああ、だから日本ハム行って、はい、なんかこうすごくパフォーマンスが目立ったけど、うん、もう阪神の時から、はい、やっぱなんか楽しそうだったしね、野球やってる姿がね、うん、新人類とかよく言われてたけど、はい、あ、だけど、まあ、いい選手だったよね、やっぱね、うん、あと見ててすごく気持ちよかったです、あの打ち方も豪快だし、まあ、走るのも全力だし、まあ、そうだね、はい、もう敬遠の球打っちゃうしね。そうです、まあ、楽しい選手が入ってきたよ ね、 そうですね、入ってきたというか、はあ、うん、だから続いて、はい、巨人ですね、3位の、まあ、巨人は、はい、やっぱ低迷期に入ってるって、まあ、さっき言ったけど、はい、やっぱ松井秀喜が入ってきたんだよね。そうです、松井さん、まあ、今ベストオーダーの中には松井秀喜選手出てないんですけども、うん、そうなんです、1年目で松井秀喜選手が入ってきてます。そうだよね、だから、はい、次の時代を担う選手がしっかり入ってきてるということだよね、うん、そうですよね。しかもそのルーキーで入ってきて11本2桁の本塁打ってすごいですね。あ、だからその年俺ファースト守ったんだけどさ、はい、やっぱ松井秀喜が打席に立つと嫌だったもん。あ、いや、そうだったんですね。だって高校1年目だよ。うん、やっぱ打球が速かったもん。あ、すごい、そうなんだ。まあ、強烈に引っ張ってくるイメージはなかったんだけど、はい、でもなんかやっぱこう飛んできた時に迫力を感じたよ、打球に。やっぱすごい高卒ルーキーだったんですね。やっぱり、いや、そうだね、やっぱパワーがあったね、うん、はい、うん、で、次2位ですね、2位の中日ですけれども、はい、どうですか、はい、今ベストオーダーざっと出ていますけれども、やっぱパウエルが良かったね。あ、3番打ってるパウエル、はい、やっぱ首位打者も取ったしさ、はい、だからすごい献身的な外国人が入ってきてんなっていう印象があったね。うーん、そうなんですね、うん、
だからやっぱもう実力者というかさ、はい、だから落合さんの前にパウエルがいると嫌だったよね。あ、そういうことですね。出したくない。打線がつながってくるもん、うんうん、ただ落合さんがもう40歳なんですよ。まあそうだね、はい、やっぱりこのちょっと特徴としては落合の衰えを、まあ、でもレギュラー全員でカバーしたと。あとは投手では今中山本昌の左の2枚看板が最強だった。あ、うん、まあ、2人ともいいピッチャーだよ、はい、しかも山本昌さんって本当つい最近までやってましたもんね。もう初老までやってたからね、50まで。いやだから、うん、この時ももうすでにいて2枚看板で、この時で28歳で10年目なんですよ。そうだよ、すごくないですか。すごいよ、こうやって山本昌ってやるじゃない。はい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 。なんでやるか知ってる？え、わかんない。え、なんでこうやって肘がロックされてないのこう確認してるんだって、ここで伸ばして。そうなんですか。いや、やっぱね、ロックしたら投げれないんだって。あ、で、1回か確認しながらってことなの。1回か確認してたんだって、ここで。あ、そうで、確認して、あれ、そういう投球フォームだったんですね、意味として。そうなんだ、そうなんだ。まあ、初老だからね、やってた。初老いや、まあ、すごいですよ、やっぱり。でも、山本昌さんは。なあ。そして、優勝したヤクルトのベスト、はい、これちょっと読み上げていきますね。はいはい。1番ジョー、2番新井、はい、3番古田、はい、4番広沢、はい、5番ハウエル、6番池山、はい、7番畑、8番ハドラー、うん、そして、うん、ピッチャー陣ですね。先発、はい、伊藤、西村、川崎、荒木、岡林、伊藤、そして中継ぎに山田で、抑えに3年目の高津とメンバー。やっぱりいいピッチャーが揃ってるよね。揃ってるよね、うん、それでまあ打線の中では、はい、ハウエルっていうのがすごくよく打ったね、うん、ハウエル、はい、もちろんその池虎コンビっていうのももちろんそうだけども、はい、すごくハウエルっていう、だからこのぐらいからかな、外国人がいい外国人を取る条件が、はい、まあ、優勝に導いていくという、うん、まあ、そういうことも言われてきた時代だよね。うん、やっぱりいい外国人を取る、助っ人を取る、はい、まあ、それがイコールチームの順位を上げるというね、うんうん、まあ、そういう結果にはなってくるかなっていうふうに思うね。そうですね、逆を言うと助っ人外国人がちょっと間違ってしまうとやっぱり優勝いけないっていう、まあ苦しくなるっていうことだよね、うん、ことですよね。でベストオーダーの特徴なんですけれども、まあ、前の年に比べてそのホームランの数は減り、打線の破壊力は落ちたものの、やっぱり強力打線だったと。ああ、そりゃそうだ、はい、でピッチャーは伊藤、西村、川崎、山田に4人が2桁勝利、待望の抑えには高津が固定された。うん、高津も安定感あったからね。もうね、やっぱストッパーとしてすごかったですもんね。やっぱ特殊ボールがあったよね、シンカーという、うんうんうん、あれがなかなかみんな打てなかったというかね。だからこの時代っていうと、やっぱり抑えっていうと高津さんだったり、あと大魔神佐々木さんだったりっていう、まあ、そうだね、高津の抑えっていうね、そういうイメージの選手いましたもんね。まあ、それとこのぐらいの時代には、はい、やっぱり優勝するにはいいキャッチャーがいるっていうふうにもう言われ出してる頃だよね。だからまあ古田が出てきたりだとかさ、はい、うん、そうですね、うん、さあ、ここの チームを見ていきましたけれども、じゃあこの年どういったことがあったのかを振り返っていきます。はい、まずシーズン始まっていない2月です。はい、2月16日キャンプ中だね。キャンプ 中, キャンプ中、うん、あ、そうですよ、まさにキャンプ中、誰が何をしたんですかね。連邦調停委員会は横浜ベイスターズ球団と高木豊に対し採点を行ったこれ連邦調停行ったんだよ。ああ、有名なあれですね。使わずに、はい、3割打ったけど球団提示はダウンと、うん、どういうことだと。で、俺はアップを主張して、うん、まあ折り合いがつかなかったんだよね、うんうんうん、現状維持という ところまで行ったんだけど、はい、でも最低は俺の勝ちになったけどね、うん、あ、よかったですね、豊さん。でも廃炉決着だよ。あ、グレーだったんですか。いや、だって俺1億円以上要求してたんだけど、その金額の半分を取って、うん、俺の勝ちにはなったんだけど。結局じゃあいくらで折り合いついたんですか。
や俺1億1000万ぐらい出してたんだけど、はい、9840万で落ち着いた。あ、1億円いかなかったんですね。だから当時、うん、球団は1億円以上出してなかったんで誰も、うんうん、で他の球団はいたんだけど、はい、ぼちぼち1億円のプレイヤーが、うん、1億円出してくれないんだよ俺が足すからやってくれって言ってもダメだって、うん、俺自分で足すからね前例を出したらダメなんだって。ああ、そういうことなんだ。そういうこともあったんだ。まあまあ球団としてはそう、なるほどね、ビジネスってことですよね。つまり、まあ、こう抑えるためにね、全体をね。そうかそうか、そういうことだったんですね。まあでも豊さんが勝ったということですよね。はいはい、よかった。うん、そして3月19日です。はい、でパリーグが今期のスローガンにセクシーパリーグとしたと発表。何ですかこれ。俺意味わかんなかったよ。セクシーパリーグ、セクシーパリーグって何なんだみたいな。何だったんですかセクシーパリーグ。いや俺もわかんない。あ、わかんない、誰もわからない。なんでセクシーパリーグなんだみたいな、誰がみたいな。そうですよね、何のために。なんか別にセクシーなコスチュームだ、プレーがセクシーとかそういうことなんですか。なんかまあそういうことなんだろうけどね。色気のあるなんかこうイケメンの多いパリーグ、プレーも色気があるみたいな。いやそんなことないよ全然。そんなことはないんですねこれはじゃあ、もう俺はだからそれを出された時に意味不明と思った。それは覚えてる。ああ、じゃあ今でも意味不明なまま。まあそうだな、墓場まで持っていくよ何のために墓場まで特に調べることもなくですね、はい、そうそう。さあシーズンに入って5月7日です、中日の落合博満が、名古屋球場での横浜戦で7号本塁打を放ち、これがセリーグ通算200号本塁打となる、はい、プロ野球史上初のセパ両リーグで200本塁打を達成する。あ、すごいよな。すごい、あ、両リーグで打ってるわけだからさ、うん、すごいよな。環境が変わっても実力を発揮するっていうのはすごいと思うよ。はい、はい、さあ同じく5月の26日です。広島の大野豊が広島市民球場の中日戦9回表から登板して11セーブ目を挙げ、プロ野球新記録となる開幕から11試合連続セーブを達成する。だから大野さんっていうのをさ、はい、なんていうの、先発でも勝てるし、うん、抑えでもちゃんと実績出すし、うん、もうオールマイティだから、まあ野手で言えば、はい、どこでもできた選手なんだろうね、ピッチャーの中で言えば。すごい器用なんですかね。まあ器用さはないんだろうけどさ、なんかこう真摯に一生懸命やるっていう印象があるよね大野さんには。それがこう結果とか数字に伴われて現れてくるってことですね。そうだね、はい。で今度6月です。6月5日近鉄は藤井寺球場での大栄戦、2対8とリードされた9回表に6点差を追いつき、9対8で逆転サヨナラ勝ち、うん、9回裏に6点差を逆転しサヨナラ勝ちを収めたのはプロ野球史上初めてと。あ、まあ、近鉄は派手だったよ、ポーンポーンと。あー派手だったな、やっぱり野球が、うん、そりゃ手前打線っていうかさ、はい、やっぱ人気があったと思うよ。そうですね。ああ、うん、そらね、6点差ひっくり返すって相手は何やってたんだと思うけどさ、確かに。やっぱ突き出したら止まらないっていうことなんだろうね。まあそういうことですね。だからノリも良かったんだよ。あ、そうか、だから調子づいちゃうってことですよね。そう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 、どん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 って。そう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 、うん、やっぱり怖い近鉄打線っていうのはこういうことなんですね。まあそうだね。6月9日です。ヤクルトの伊藤智人が金沢での巨人戦に先発し、セリーグタイ記録となる1試合で16奪三振と。ただ9回裏に巨人の篠塚に3号サヨナラ本塁打を打たれ敗戦投手となる。そうなんだよ。もうね、ほぼね、その時のね、伊藤って完璧だったんだよピッチングが。はい、で俺もずっと一試合見たわけじゃないんだけど、まあ、ニュースとかで見てて、うん、はっと気がついたのは、うん、そのボールサヨナラホームランを打たれる前の、うん、打たれる前の動作でさ、はい、篠塚さんが一回打席タイム取って外したんだよね、はい、でそれに対して伊藤は不快感を顔に出したのよ、うんうん、で
打席に、ね、入り直した篠塚さんがその次のボールを打ったというさ。おだからね、そこで感じたのは勝負の間っていうのが働いたホームランだなと思ってさ。そうですね、改めて勝負の怖さを知った。そうですね、ちょっとしたことですもんね。だからそれまでスイ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 投げてたんだよ伊藤が。はい、でも篠塚さんが本当呼吸が合わなかったんだよ、うんうん、で篠塚さんがちょっとタイム取ってちょっと仕切り直したその間がなんか生んだホームランみたいな。怖いですね。怖い怖い。だからその試合っていうのは俺はものすごく覚えてる。あ、やっぱ勝負の間って怖いなっていうのが、うん、まさにこの時感じたそういったゲームだったんですね、豊さんにとっては。そうだね、うん、あ、そうそう。で6月27日です。横浜の高木豊が名古屋球場での中日戦で、はい、左中間二塁打を放ち、プロ通算300二塁打を達成する。素晴らしい、豊さん。まあ、大したニュースじゃないんだけどさ。うん、いやー、そんなことないですよ。いやいや、でも俺のチャンネルだから。そうですね、そうです。まあ、ちょっと許してください。名前があれば。300二塁打っていうのはね、まあまあまあ、まあまあの数字だから。まあまあ、いい。まあまあの数字。はいはい。7月8日。はい、横浜の高木豊が出てきました、はい、あ、また東京ドームでの巨人戦、3番1塁で先発出場しプロ通算1500試合出場達成する。おめでとうございます。すごいすごい、まあ、俺のチャンネルだからね。そうですね、そう、一応ね、そう、もう細かい記録でも取りこぼさずいきますよ。で特に1500本安打は先に打ってるからね、前の年に。多分前の年ぐらいに打ってる。あ、じゃあ偶数の時また良いでしょうね。そうそうそう、出てくる、はい、必ず出てくるから。さらっと行きましょう。じゃあそうだで7月に入ってです。7月20日です。元広島の津田恒美が、脳腫瘍のため入院先の福岡市内の病院で死去すると。そうだね、うん、なんか広島ラインがさ、はい、みんな津田を応援してて、うん、まあ病院にお見舞いに行ったとかそういうニュースが流れてきてたんだけどね、うん、まあ力尽きたなっていう、うん、なんかすごく残念なニュースだったけどね、はい、まあ、郷土の後輩として、はい、うん、なんか行くことはできなかったけど、うん、まあこうやって手を合わせた記憶があるよ。そうなんですね、うん、豊さん一緒にプロ野球ニュースやってた時に豊さんと一緒に取材で最後の広島市民球場がなくなる、うん、東京の広島市民球場に一緒に取材に行ったときに、あ、うん、交代するときに出てくるあの後ろのあるじゃないですか、ブルペンね、ブルペンからそこに津田恒美投手の、そうだね、弱気は最大の敵っていうね、うん、置いてあって、それをみんなどの投手も見ながらそこを通って、そうだね、球場、そのマウンドに行くというか、それがすごい印象的だったので、やっぱり、うん、まあ最初なんていうの、津田っていうのはすごく優しい子でさ、うん、なんか投球もなんていうの、こう気弱になったりとかするんだよね。すごいボール持ってんだけどさ、はい、でも誰かに言われたんだよね、うん、弱気は最大の敵だぞって、うん、でそれを自分の座右の銘として戦っていったというね、うん、まあそういう逸話があるんだけどさ、まあそれがね元の広島市民球場に残されてたというお話だよね。はい、そうです、はい、さあそして8月です、8月27日近鉄の野茂英雄が、はい、グリーンスタジアム神戸でのオリックス戦6回裏に、高橋さとしから三振を奪いプロ通算1000奪三振を達成。これは阪神の江夏豊の940回を更新するプロ野球史上最速の871回での達成だったと。だイニング以上に三振を取ってきてるということだよね。あ、すごいですね、野間さん。いや、すごくない？やっぱ野間ってすごいんだよ。いや、すごいですよ。ねえ。うん、いや、871回です。だから、イニングの数よりも三振の数の方が多いっていうのはすごいよな、やっぱな。それだけでもすごいよ。そうですね、もうバサバサ切ってきたってことですもんね。そうだね。うん、多い投手です、やっぱり。で9月17日になります、広島の監督山本浩二が記者会見し、今シーズン限りで辞任すると正式に表明する、はい、あ、うん、ね、
でも浩二さんはやっぱり江藤を育てたりだとか、はい、前田を育てたりだとか、うん、すごく功績大きいよね。そうですね、うんうん、で9月21日になります。あ、プロ野球選手関係委員会と労働組合プロ野球選手会が、はい、都内で、ちょっと会議を開いて、この秋から実施するフリーエージェント制度について最終合意に達すると。で、うん、このシーズン、まあ、今年は機構側が提示した1軍年間150日間で10年実施というのを提示と、はい、うん、で資格年数短縮のための条件については継続審議することで覚書を交わし確認と、うん、だからまあ、うん、明確なルールはなかったんだけどさ、はい、まあ、年間150日を、うん、登録日数として10年間満たしてる人は自然的にフリーエージェントがもらえたんだよね。はい、で俺もその中の一人だったんだけどさ、うんうん、でもこれは吸ったもんだしたよね。なか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 やっぱルールがしっかり決まってなかったから、うん、やっぱ大変だったよね。はい、あ、やっぱだからここできちんとルール決めとかね、こうルールを決めないとっていうことで、うん、いろいろなっていくわけですね。まあそうだね。うん、はい、さあ10月に入ってなんですけど、ちょっと立て続けに寂しいニュースが入ってきました。はい、10月5日阪神の岡田彰布が、球団社長と話し合い、うん、契約は今期限りと通告される、うん、でさらにですね、10月16日には横浜の斉藤明夫選手兼任コーチが現役引退を表明。はい、10月21日、ロッテ牛島和彦が今期限りで現役を引退すると正式表明すると。あ、うん、いやだからさ、はい、そのぐらいの年になってくると岡田さんは1個上、うん、まあ明夫さんはもう4つか5つぐらい上なんだけど、牛島は年下じゃない、うん、俺の豊さん、だから引退がなんかこう迫ってくる感覚がしてたよね。ああ、そういうのあるんですね。やっぱあるよ。やっぱ年下が引退していくとかさ。とか、まあ、同年代年下。もう目の前の先輩が、うん、引退勧告されるとかさ。はい。そうなってくると、やっぱこう、寂しいよね。そうですよね。自分のなんか身の振り方とかもどうしようって、一年一年考えていきますよね。そう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 。うん、で、10月17日なんですけれども、はい、近鉄の野茂英雄が西武球場で西武戦先発し、延長10回を投げ17勝目を挙げ、プロ野球史上初の4年連続最多勝を決める。もうすごいよな、4年連続だよ。考えられない。三振はすごいし、4年連続最多勝だし。ああ、でもチームは弱いというね。なんでしょうね。なんだろうね。うん、だ野茂さん一人で頑張ってたというね。うん、いやでもやっぱりいいピッチャーだよね。そうですね、それ考えたら、あ、いやすごい、やっぱメジャーでも活躍しますよ。まあそりゃそうだね。うん、すごい。で11月です。11月8日横浜は高木豊、屋敷要、うん、山崎健一、うん、大門和彦、松本豊、市川和正を呼び、今期限りでの解雇を通告。そうだね、あま、まあ、大量解雇って、はい、まあちょっと時の人にはなったけどさ、うん、まあ寂しかったな。そうです、そうですよね。怒りも ありました、やっぱり。え、何怒りってありました、悔しさ。まあ怒りもあったけど、ちょっとがっかりしたね。がっかりの方が大きかった。あ、やっぱ貢献したつもりでもいたしね。そうです、こういう俺こういう形で切られるのかと思ったけどね。そうです、帰れなかったもん。家にですか。ああ、もう涙が止まらないで。ああ、そう、悔しくて悔しくて、ああ、もう車止めて、はい、ちょっとなんか1時間ぐらいぼーっとしてたの覚えてんな。そうだったんです。なんか例えばちょっと噂とか聞いてたとかそういうこともなしにいきなりだったんですか。いや、いきなりだよ、これ裏事情は。俺が一番最後だったと思うんだよね。あ、言われた、聞いたのが。うん、でパッとこう入っていこうと思った時に新聞記者の人たちに全員解雇されましたって聞いて、うん、えって思って入って解雇だったから、
ちょっと悔しかったな。そうですよね。その裏事情っていうのは後から知ったんですか？まあ捻出っていうことは、まあね、まあお金の捻出っていうのはね、駒田を取るためには、聞いて、まあ噂ではその時に初めて聞いたけどね。あ、でも極秘で進んでたんだと。本当だったらあれですよね、その解雇通告の前に豊さんは FA というか出回すって。いや FA 取ってるからさ、できたんですよね。できたんだよ、うん、それを知ってたら、うん、だから FA 制度がどういうものかっていうのも、うん、やっぱ球団もあんまり把握で できてなかったし、そういうシステムが確立してないから、まあ、例えば今だったらよ、はい、今だったらもう 来期契約の意思がないからお前 FA 宣言しろと、うん、いうふうには言ってくれたと思うんだよね。はい、うん、でも無残に切られたね、バッサリバッサリ、なんか問答無用みたいないきなりええー、みたいな。そうです、まあまあ それもしょうがないけどね、契約社会だからね。そうです、ね、まあもう憎んではないけど、はい、うん、で、同じく11月今度16日です。西武の秋山浩二、渡辺富夫、内山智之と大英の佐々木誠、村田克義、橋本武宏の交換トレードが成立したと西武大英両球団が発表する、うん、そうだね、まあ、ここもねやっぱ大物だよ本当に。そうですよね、秋山出力者がトレードされたというね、はい、これもやっぱこう秋山なんて西武の顔だったしさ、どう思ってたんでしょう、こういう選手がトレードで出るんだみたいな、いやだから同じ11月にこんな2つ重なって、でも西武を作り上げてった根本さんっていう、根本陸夫さんっていう人がいてさ、はい、この人が大英に行ってたんだよね、うん、うん、だからまあそういうトレードが成立になったと思うんだけどね。ああ、うん、そういうことだったんですね。だからまあそれからやっぱこう大英が強くなり、うん、まあ今のソフトバンクの基盤を作っていくという形になっていくよね。はい、うん、まあ人がいろいろ動いた年だったかな。そうですね、なんかこう年中振り返っていったら、うん、確かにもちろん辞める選手もそうですけど、トレードだったり豊さんがまた違う球団にこれで行くことになるとか、まあ うん、それと ID 野球って盛んに言われ出してる頃だよね、はい、野村さんが ね優勝で、そうだね、うん、そうですね、はい、なんかそういった年になりましたね。今回そういった93年を振り返りました。はい。